ディミトリス・ミトロプウロスは、主にアメリカ合衆国で活躍したギリシャ人の指揮者、ピアニスト、作曲家。一般にはスラブ語風のディミトリの名で知られる。アテネ出身。代々ギリシャ政教の司祭を出してきた家庭で育つ。郷里のアテネ音楽院ではピアノをルートビヒバッセンホーフェンに学び、ブルッセルでは火星と太位法をアルマンマルシックに作曲を ポール・ギブソンに学んだ後、ベルリンで、フェルッチョ、ブゾーニャ他に指示。1921年から1925年まで、ベルリン国立歌劇場で、エーリヒクライバーの助手を務めた後、帰国して、ギリシャで、アテネ公共楽団の指揮者、アテネ音楽院の教授など数々の地位を得る。1930年には、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団とピアノ競奏曲を、 演奏した際、自らピアノパートを演奏しながら、オーケストラを指揮した。現代の引きぶりの先駆者と言える。1936年に、ボストン公共楽団を指揮して、アメリカ合衆国デビューを果たし、その後間もなく、アメリカに定住して1946年には、アメリカ国籍を取得した。1937年から1949年まで、 ミネアポリス公共楽団主席指揮者を務め、また、1945年から客演していた、ニューヨークフィルハーモニー還元楽団に1949年に常任指揮者として招かれた。1951年から同還元楽団の主席指揮者に就任し、1957年にレナード・バーンスタインに後を譲った。この間、1954年からは、 メトロポリタン歌劇場の常任指揮者としても活動した。さらに、公共曲第6番、悲劇的を含むマーラー作品をアメリカ合衆国に本格的に紹介するなどの活躍を見せた。1960年にミラノのスカラザで、マーラーの公共曲第3番のリハーサル中に休止。ミトロプーロスは、ンウィン楽派などの現代音楽の献身的な擁護者として有名であった。 自らも作曲家として、数多くの還元楽曲やピアノ独奏曲を残しており、バッハのウルガン曲をオーケストラ用に編曲するなどもした。バーンスタインは、ミトロプーロスの影響で、マーラーの高協楽に興味を寄せ、マーラー作品を指揮するにあたって、ミトロプーロスに力づけられた。ミトロプーロスは、エルンスとクルシェネクのピアノ協曲の初演と録音で、ピアノパートを演奏し、 ロジャー・セッションズやピーター・メニンなどの現代、アメリカ合衆国の作曲家の作品も初演し、録音した。プロコフィエフのピアノ競奏曲の録音でも、引きぶりで、ニューヨークフィルハーモニー館を指揮した。1950年代終わりに、しばしば共演していた、ウィーンフィルハーモニー館弦楽団の奏者たちからは、敬意を込めて、ギリシャの鉄人と呼ばれ、高く評価されていた。 アンプをはじめ、見事なまでの記憶力はしばしば伝説的であり、元ウィーンフィルの楽団長を務めた夫・シュトラッサーによると、リハーサルの前夜、学院名簿をホテルに届けさせて暗記し、翌朝の練習では奏者への呼びかけを名前で行って、たちまち指揮者とオーケストラとの間に信頼関係を築くことができた、という。また、演奏会当日の朝に持ち込まれた新作の奏付を、 サイズが大きすぎて譜面台に乗らないと言って、ページをばらして、ホール内の通路上に並べ、歩きながら全部記憶して、リハーサルも本番もこなしてしまったという、とても現実の出来事とは思われない逸話の持ち主で、ある。ABLP、シェーンベルク、清められた夜作品4、プロコフィエフバレー、ロメオとジュリエットライナーノーツ。ありがとうございます。